もう原宿でスカウトってもうさ怪しさ満載じゃないですかって私は思っちゃうの。だから絶対、いやもちろんスカウトでね入るのもありだと思うけど、本当にやりたいんだったらもう自分で事務所を選んでオーディション受けた方がいいよって私は思ったけど、その男の子たちに対してこん耳こんなんし聞いてました。でも原宿の竹下通りのドトールめちゃ混んでたな。その後に美容院行ってブラックコーヒー眺めて、でブラックコーヒーを持ち帰りました持ち帰って家で飲みました。ちょっとスカウトされてくる、スカウトされたことありますか皆さんどうですか。こんばんは、こんにち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 は。私はでも多分ね、原宿されたらね、若い女の子だったらマジ誰でもスカウトされると思う、テグレベル。このお茶はお父さんのが会社からいつも会社のお昼ご飯でお父さんお茶出るらしくて、いつもなぜかは私のために持ち帰ってきてくれてます。これが家にある家庭ってなかなかないよね絶対さ、職場にあったやつをさ、余ってたやつ持ってきたやつとしか考えられないじゃんまさにそうです。職質されたことないと思う。お店の呼び込み、ああそれはあるね。バスケ部やバレー部からスカウトされまくった、身長でね。そう、ロケ弁必須です。私職質はないけど一回だけ年賀されたことある。でもそれは全然私がまだ二十歳になりたての頃なんですよ。二十歳になりたて二十歳半年ぐらい、成り立てでもないか、二十歳6ヶ月目ぐらいで新潟のドンキに行ったので、お父さんがその時新潟に来てたからビールを買ってあげようと思ってビール買って家に帰ったら、帰ろうとしたらそこで年賀されたんですよ。私本当に年賀ってあるんだってそこで知って、ごきげんよう、こんにちは。確かにおやつタイムですね。そう、新潟のドンキで年賀された思い出、あとはないな。職質って本当にないんだけど、あ、いや、ないな。同じ人から2日連続でナンパされたことはあるけど同じ場所に2日間行ったんですよ。そしたら同じ人からナンパされたって話で、これショールームで行ったことあるけど、私それ面白すぎて、いやあなたね昨日も私ナンパしてましたよって言ったの。私あなたのこと知ってますって言ったの。したら向こうは、あ、もう手当たり次第ナンパしてるから、私は私のことはもう数多くナンパしてるうちの一人に過ぎないから、え、あ、分かった、郵便局のお姉さんだとか言って、違いますみたいなその面白兄さんにも会ったことあるわ。多分それはいわゆるキャッチってやつなんですよね。夜のお仕事のキャッチの人なんですけど、新宿歩いてたらそれされて、だからもうその人のナンパっていうか、もう本当にとりあえず手当たり次第女の子に声かけてみたいな感じなんですけど、だからいろんな人にナンパしてるから
もう同じ人にナンパしてても気づかないんですよね。昨日も会いましたよ、昨日も私にナンパしてるあなたって言って郵便局のお姉さんだって言われて、違いますって言って、でもその人の顔が結構特徴的な顔だったの。なんか眉毛ピッてなって、目がカッて大きくて、ちょっと色黒系で、もうなんかすごく分かりやすい顔立ちの人だったから私も覚えたんだけど、なんか皆さん、まあ、男性が多分ナンパされることってあんまり多分女の子に比べたら少ないと思うんですけど、あの例えばお兄さんお兄さん安くお酒飲めますよみたいな、お店開いてますよとか、そういうのあるじゃないですか。お店のキャッチっていうんですか、そういうのどう交わしてますか。あの新潟のバンダイからラブラに行く道にあるじゃないですか、そういうセブンの通りそういうところ、劇場前で謎の女性に声かけられたこと、そんなことあるんだ。新幹線なのですごいね。新幹線なので、確かに、それは確かにな、下戸なんで無視、こんにちは、しかとする、まあしかとするのが一番だよね、私はってにらみますけどね私はそういうしつこい人ってやると基本あってなるんで、目力でやるのが大事です私はこれで基本乗り越えてます、ありがとう、本当に目力ある人間に産ませてくれた親に感謝してとやると大体去っていきます。結構です。確かに目も合わせた、そう、まあね、あのなんかこれ私東京と新潟に住んで分かったことがあるんだけど、友人適当な中国語で変わったら眠りで、その友達会いたいんだけど、でもお金ないからっていうのも確かにいい断り方だけど、適当な中国語で交わすやばい、私もなんか適当な海外のこともあらやかガン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 とか言おうかな私はそう東京と新潟に住んで分かったことがあって、東京のナンパとか、まあ、キャッチの人の方がドライです。ドライというか、東京は人が多い分待ってれば女の子たちはもう通りかかるわけだから、数がたくさんいるから、ぶっちゃけだから一人の女の子から無視されても、まあ、次から次へと人がさ来るわけじゃないですか、だから無視すればすぐ離れていくんだけど、新潟のなんかナンパとかキャッチの人ちょっと私しつこいなって思っちゃった。多分東京よりも数が少ないから一人にかける思いが多分強いのか、結構無視してるのについてくるじゃんっていう人は割と私は自分の経験上あったかも。なんか私一回嫌だなって思ったのが、駅からそう新潟駅からあの磐梯方面の大通りまっすぐ行ったらすき家あるの分かります、一本で、あの道私ずっとついてこられたことがあったの。そうだいぶ粘られて、いやでもさお姉さんさみたいな、クリスマス一人なのみたいな、
この後予定何なのみたいな、もうめうるさい、うるさいとか思ってた私。だからなんかすごい東京のナンパの人は割と無視したらね、そんなに東京のナンパの人は粘るってことをしないから、キャッチの人がね、いや新潟ちょっとしつこいなって思っちゃった。長野でナンパされたこととかそういうキャッチ勧誘はないです。おかしいな、私だって一応全校、いや長野で一番可愛いアイドルとして活動していたはずなのに、やっぱ怒られる。おかしい、善光寺周辺で一番可愛いって言われていたはずなのにナンパされたことがないです。やばい、麓なのに、地元で本拠地なのになかった、悲しいです。おかしい、おかしいよ。だって私が一番善光寺周辺でもさ、おかしいよねそれ。いやおかしいっていうのは劇場公演でさ、またコールとかたくさんやってた時に、パーティー公演とかパジャドラの時に、なんか何々が世界で一番可愛いよとかさ、みんな自己紹介の後言ってくれたのに、一人のね私推しじゃないファンの方が日向推しだった気がする。確か日向かマリナ推し、ちょっとどっちか曖昧なんだけど、私のことも握手会来てくれてるファンの方なんだけど、そのファンの方が七子が甲信越で一番可愛いよ、あ違う違う甲信越、そう甲信越で一番可愛いよって言い出したんだよね。でえなんか狭くないみたいな、で私はそれをなんかその日多分ショールームで突っ込んだんですよ。みんななんか世界で一番可愛いよって言われてる中、私甲信越なのみたいな、狭くないって言ったら、そこからみんなどんどん火がついちゃって、長野で一番可愛いよが始まったんですよ。そしたらもうしまいには善光寺周辺になっちゃって、もうこんなこんな、仕事戻ります、いってらっしゃい。結構広い、善光寺周辺狭いよ。でしまいには曽我部ゆめちゃんにアゲインで奈々子さんが一番可愛いですって言い出して、アゲインなんてさ、もう潰れてるし、まあ、当時ギリギリやってましたよ、アゲインはやってた、営業していたけどもう潰れてるし、もうそれぐらい閑散としていたショッピングモールというか建物なんですよ。だから本当にその劇場公演に親がいなくてよかった。みんなが世界で一番可愛いよとか言われてる中、奈々子は長野で一番可愛いよとか言われていたら親悲しむから、あれなんかみんな世界規模なのにうちは長野信州したんだみたいな。しかもそのアゲイン周辺ですらマネージャーがアゲインに行った時に、いや別に西村より可愛い子おったけどなって言い出したし、だからもう私そのアゲイン周辺の座も取られてしまって、現実は違くて、北進で一番可愛い、そのビビたるレベルアップ、もう悲しいです皆さん。
善光寺周辺か。でもその善光寺も御開帳のあたりはすっごい人多いから、多分今頃すっかすかなんですけど、御開帳の善光寺だったら私結構規模的にいいんじゃないですか。西村で一番可愛い、権堂で一番ね、短いアーケード。正月の箱根駅伝予想はまあもう駒沢が1位としまして、青学は、青学と言いたいところなんですけれども、青学は1位に鶴川選手が置けるのであれば青学です。でも1区に鶴川選手がいない配置だったらちょっとチーム状況があまりよろしくないのかなと分析をしまして、2位は國學院。創価大学が駒が足りればの話かな。七子で一番可愛いよ、ああ松島七子さんがおった。なんだそれは、張り合えない、申し訳なさすぎて。中大は全日本がもうちょっと順位上だったら多いお茶飲んだら一番可愛い。ほらおかしいよそれも、本当にフォーティエイトグループで、あいらっしゃったな、元 SKE さんで奈々子さんっていらっしゃったよね。私もあんまり前のグループのことは分からないけど、菅違うあれ いらっしゃったよね奈々子さんって、ちょっと子さん SKE 子さんの方とかいらっしゃいませんか。あ、菅さん、確か菅さん、え菅さんだよね。すごいみんな詳しい。で西村さんも、まあ、NMB さんにいらっしゃったんだよ、西村愛香さん。みんな詳しいな。私が中学の時になんか NMB さんがめっちゃ流行ってたんですよ、私のクラスで。なんかね、私のクラスも一人男の子で、中3の時にめっちゃアイドルが大好きとかフォーティエットグループが大好きっていう人がいて、その人が NMB ファンだったんですよ。だからうちのクラスではその男の子の影響で NMB がめっちゃ流行ってて、あのね曲は分かんないけど、私のクラスの一番に人気はヨギケイラさんが私のクラスで一番人気でした。ヨギさん、ヨダ、ヨギケイラさん、ヨギケイラさんめっちゃクラスで人気だった。あとはでもやっぱ総選挙とかもみんなで見れたな。というかさ、すごいその話するの遅くないってなるかもしれないけどさ、ゆきりんさんがさ卒業発表しましたね。もうもう今更か、そうなのって、ね、知ってるでしょ寝てた、しばらく寝てたみんなそう寝てたのかな、冬眠してたのかな、知らなかった人は。寝てもさもね本当に
でも私のファンの方というか、やっぱ NGT のファンの人の中でやっぱりもともとゆきりんさんが好きで、どん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 推しが増えてった。でその一環で NGT を好きになってくれた方がもうめっちゃ多いと思うんですね。私が自分のファンの方でももともとはもうゆきりんさん推しって方がもう正直数えきれないぐらいいらっしゃるんですよ。本当にマジで10人ぐらいいらっしゃる、もっといらっしゃるかもしれないってぐらい結構いらっしゃって、入り口がゆきりんさんですって方いっぱいいらっしゃるんですよ。だからもうNGT にもこうファンの方を連れてきてくれた方だし、やっぱ本当に偉大な方だなって思って、お披露目ゆきり目当てだったもん。もうすごい、やっぱそうだよね。あ、もう握手してきた、すごいね。NGT のゆきりさん見ずに終わってしまった。あら、でも私すごいなと思ったのが、なんかの、いや、なんのね、仕事か忘れたんで、忘れたんかいって感じなんだけど、その空いてるメンバーは、あ、なんかのね、ちょっとごめんなさい、超曖昧なこと言うのは申し訳ないんだけど、なんかの新潟のイベントでちょっと空いてるメンバーだけちょっとファンの方がいらっしゃるから軽くお見送りみたいなの行ってきていいよみたいなこと言われたことがあって、マネージャーさん同行でね。でもそれは完全に任意で、もちろん疲れてる子は行かなくてよかったし、他にやるべきことがある子は行かなくてよかったし、って時にゆきりんさんが率先して行ってたんですよ。でその理由がやっぱ自分のファンの方をつけたいっておっしゃってて、え、ちょっと私がゆきりんさんと出会った時なんて、もうゆきりんさんその時にもうすでに10年選手とかなわけですよ。まあ、8年9年とかやってって、でそあんだけ人気で、もう正直ファンの数なんてえげつないほどいらっしゃるので、まだまだ これから増やそうっていう意欲があるってことに私もうびっくりして、すごすぎるって思って、もうそんなことをするそんなことって言ったらあれだけど、それをする必要がないぐらい超越した人だと私は思ってたから、私もなんか一人でもファンの方増やしたいしみたいな感じで、えっ!ってなっちゃって、私それにすごくなんか衝撃を受けた印象がある。それを1年目2年目の方がそうはみんなそういう意識があるじゃないですか、一人でも多くのファンを増やそうみたいな。いや、すごくない？10年選手がまだ、しかもめっちゃもうすでにファンがいるっていう状態なのに、まだまだこう上に行く意欲というか、その大尊敬なります。本当に私はゆきりんさんですごい思い出に残ってるのは、番組 NHK の番組に、一人で駅伝の番組にね出るってなった時に、あれは私服衣装だったんですよ。で NGT の衣装じゃなく、まあ私の私服でなるべくそういう衣装じゃない方がいいってことになって、でも初めて一人で番組に出るから
どんなものを着たらいいかわからなかったんですよ。まだ研究生の時だったし、どうしよう、私何の服着たらいいんだろう、何色がいいんだろうとかいろいろ考えた時に、ゆきりんさんに、その私が新宿のルミネエストにその時に一人でね、あの経費出すからあのお洋服買っていいとスタッフさんに言われたから、衣装買っていいって言われたから一人でルミネエストに行って、どうしようどうしよう、これかなこれかなこれかなで3つぐらい迷ったから、写真を3つ撮ってゆきりんさんに、本当にこんなくだらないことで連絡するのは申し訳ないとは分かっているんですけれどもってへりくだりながら、次一人で番組に出ることになりまして、どのような服を着たらいいですかね、3択でお願いしますって言ってゆきりんさんに選んでもらった思い出がある。こっちがいいと思う、この時はこれがいいと思うとかいろいろ教えてくれて、懐かしい。ゆきりんさんに、ゆきりんさんってもう LINE が秒で返ってくるんで、もうボットボット並み、公式 LINE なんですかってぐらいすごい返信が早いから、ゆきりんさんに聞きましたね。いや、いい話でしょ、優しいよね。ゆきりんさん初期は全然メール返さない、ダサいで有名だったのに、そうなんだ。いやでもすごい覚えてるのが、お弁当来るのをいつも一番最初になんかスタンバイしていたイメージたまにしか劇場でお会いすることなかったけど、いつもスタッフさんにお弁当何時に来ますかって言って、もうずっとお弁当が来るラックがあるんだけど、あの棚みたいなのあるんだけど、そこでずっと待ってた。でゆきりんさんずっとでお弁当来るのこうやって待ってたイメージが、なんかゆきりんさんってもうほんとこれぐらいしか食べないのかなと思ったら毎回綺麗に食べてたから、それもびっくりだった。足りる？みたいな感じだったねすごいフレンドリーだったな。しかもさ、一回さ、次の日がパシフィコか幕張で握手会で東京に行くってなって、前日ゆきりんさん新潟で劇場一緒に出てて、メンバーみんなで東京で全泊するってなった時にさ、運がいいのか、運がいいんですけど、たまたま隣が私だったんですよ。それもすごい確率じゃないですか。スタッフさんがチケット取ってくれてて、とりあえずスタッフさんがメンバーにチケットを渡していくんですよ。で、だから毎回どのメンバーと隣になるかって座ってみないとわからないんですよ。で、誰かなと思って新幹線見たら、えっ、ゆきりんさんがいるってなって、もう、あーすみませんみたいなすみませんね、西村ですみませんねみたいな感じだったけど、それを覚えてます。懐かしい。ただ正直今思えばちょっとお話とかできたら嬉しいなと思ったけど、やっぱ劇場終わりだし最終の新幹線で帰るから、まあもうそれなりに疲れてるからもうすぐ爆睡だったんですけど、なんかそう引き強かった。しかもさ、何もその東京駅に着いても変装とか全くしないんですよ、ゆきりんさんが。もうマスクもしないで帽子もかぶらないで、もう柏木ゆきで帰ってるのだからさ、他のメンバーたちが恥ずかしくなったよね。なんかマスクとかしてる私たちダサって思って私も思わずマスク外しました。
一流のユーキリンさんですら変装してなくて、私たちなんか芸能人かぶれしてるみたいになって。こんにちは、こんにちは。でも本当にさ、ユキリンさん気づかれないって言ってるけど、本当にそんなことある？でも私は正直気づかれないです。まあそりゃそうだろうって感じなんで。でもね、私一回めっちゃ恥ずかしかったことがあってね、風強の演出家の吉田さんっていう方がいらっしゃって、吉田さんにちょっと駅伝のこととかよく教えてほしいから、ちょっと一回お茶しようかって言われて、私が吉田さんに駅伝の知識を伝えるお茶タイムがあったんですよ。でその時に、まあこれがこの大会が関東インカレで、この大会が全日本インカレで、で今年の関東インカレは何々選手は優勝してて、私がもう全部吉田さんに話していたの。そしたら私がすごくお世話になっている実業団の陸上コーチをされている方から連絡が来て、ねえねえ、ルノワールでさ駅伝の話してたでしょって言われて、え、なんで知ってんのって思ったら、その、まあ、コーチの友達がたまたまルノワールの私の席の隣にいたらしくて、そのコーチの友達の人が、え、なんか隣の席で駅伝の話をやたらとしている女の子がいる、え、西村さんじゃんって超びっくりして、この人がインスタのストーリーになんかルノワールで、ルノワールというかコーヒー屋さんでカフェで隣でめっちゃ駅伝の話してるめっちゃ詳しい女がいるなと思ったら西村奈々子さんで笑ったっていうストーリーを上げたらしくて、でそのストーリーを私の友達のコーチの人が見てて、それをスクショして私に送ってきたんですよ。これ書かれてたよって言われて、私はそこで、うわ、基本やっぱ声かけられることとかないけど、なんかこんなこともあるんだって思っちゃった。本当に奇跡に近かったと思うけどね、それは。あとトーク会で、え、奈々子さね、この間何線乗ってたでしょとか、あの丸の内線で奈々子のこと見たことあるよ、大江戸線で奈々子のこと見たことあるとか言われたことはねありますね。なんか意外と合ってるかもしれない。ので皆さん、私のこと見かけたら温かい目で、早く電車で会おうぜ。電車なかなかね、電車でファンの方会うことないけど、よっぽど熱弁してたよ。皆さん、もし私のこと見かけたら、この間道歩いてたらお母さん見かけたから、私が走ってお母さんどこにいたら、お母さんが避けて、え？って思ったら、お母さん私って気づかなかったらしくて、でかい女が歩いどかどか走ってきたと思ったら奈々子だったってこの間言われて悲しかったです。確かに私身長あるからさ、母親ですら気づいてくれなかった。普通にお母さんよけてたから、えってなったから、相当でかく見えたのかな。まあお母さんがちっちゃいっていうのもあるけど、電車で見かけたら、わあ西村奈々子さんですか、すごいって言いますね。思ってもないじゃん、定型文じゃん。
この間外歩いてたらお父さんが勤めてる会社を見かけて、会社の前でこうやって自撮りしてたの。そしたらその中にいる受付の人にガン見されて、でもなかなかいないじゃん、確かに私服で明らか社員でもない女が会社の前でこうやってとか言ったら、それおかしい女に思われるじゃん。だから本当すいませんって感じなんですけれども、でちょっと待ってたの、あお父さん来るかな、17時だったから、その時17時か16時半とかだったから、えもしかしたらお父さん出てくる可能性あるなと思って、ちょっと10分ぐらいちょっと待ってたんだけど、来なかったから帰って受付のお姉さんにガン見されました。すいません。さ、これから私も出かけてきますよ。松葉に行ってくるんです。こんにちは。ちょっと髪の毛赤い、赤いの分かる？髪の毛さ赤いんだけどさ、ちょっとだけね。いや私怒られるかなスタッフさんに。でも明日ね撮影はね、キャンバスチームは多分いないんですよ。今ねリーマン落語っていうのをカルカルでやってて、男の子の落語で、男の子っていう年齢でもないかもしれない、もしかしたら。お兄様方の落語をやって、私の知り合いで、知り合いってなんか仰々しい。私が面識ある方で言ったら、あの方、家族にの話に出てたあのアイドルの、私と同い年の、一緒にイベントもやった、あのキュルンとした男の子も、中川くん、中林くんが出てたりとか、もう中林くんの回は終わったのかな、わかんないけど、そう彼がリーマン落語やってて、まあ、そう今そうリーマン落語やってるんですけど、多分私がいつもお世話になっているスタッフさんチームはリーマン落語の方に行ってるので、多分私が髪を染めても怒る人はいません。あそうエンジン、そう阿部ちゃんだっけ、そうだ、俺たちのアイドルは武井来春、聞いたことないよ、聞いたことない、武井来春さんで、でてかさ、私さ武井来春さんにさそっくりなさ声優さん知っててさ、みんな絶対わかると思う、ジップじゃヒルナンデス出てる方、ちょっと待って、ね、絶対知ってる、あ待って、木村昴さんで、木村昴さん皆さん調べてください、ヒルナンデスに出演されている声優さんで、結構いろんな役やってる方なんですけど、あそうジャイアン、そうジャイアン、え私本当にヒルナンデスに武井来春さんがレギュラーなのかと思って、えすごっって思って、そしたら木村さんって呼ばれてたから、あ違うわと思ったんだけど、めっちゃ似てるから、テレビで見たらマジ来春、ただこの2人同じ劇団にいたらしくて、もう面識ゴリゴリある2人らしくて、私来春さんにねそれ言ったの、木村昴さんと似てますよねって言ったら、同じ劇団にいたからみたいなこと言われて、めっちゃそっくりなの、なので皆さん見てください、早く来春さんとちかのと3人でイベントやりたいよ、
一面で。だから3人のアクスタだぞ。私とチカナとライシュンさん3人の、あ、天才劇団バカバカ、そうバカバカ、そう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 、3人のアクスタ出します。これなんでひよこ持ってんだろう、これどういうあれなのかな、これあれなの、ちょっと誰か聞いてください、なんでこれひよこ持ってんのって。ひよこ、アヒル、ひよこじゃないわ。これはね、しかもね、電話持ってるの。しかもあれだよ、電話っつっても、つっても電話って言っても携帯じゃないんだよ。もう何時代ですかっていう電話なのよ。これだって絶対私物じゃないじゃん。あれかな、マネージャーさんが、あれか、これはあれだな、きっと多分近のマネージャーさんっていつもあの上下つなぎのものを着てるから、きっとあれかな、この服は多分近のマネージャーさんに感化されたんだ。しかな、そのさ、マネージャーさんは多分カルコメ来てくださるんですよ。あの涌井優さんっていうちかなのマネージャーさんと同じ事務所のね、事務所の方が出るから、きっとそう、ちかなそのマネージャーさんいつもねオーバーオール着てる、めっちゃ面白い方。私ね、もう西村先生のオーラ見えるから初対面の時、初対面ぐらい、初対面じゃないわ、あ違う、初対面は私結構前で、え、なんかね、チカナがまだ移籍してない時に、まあ結構その家族の話とか舞台っていろんな事務所の方がなんか来てくれてるんですよ。で私はその時に初めて家族の話の時にちかなそのマネージャーに会って、私本当に初対面ですよ、本当にすれ違ったからご挨拶した程度なんですけれども、あ、もうもらっちゃってください、これもらっちゃって持ち帰ってくださいって、私韓国のパックもらったんだよね顔のもうね、なんか急にバッグのなんかゴソゴソ漁り始めて、あ、これもうもらっちゃってくださいよ、もうどうぞどうぞみたいな、ええってなって、いやそのさ、私それが強烈でめちゃ初対面なんですよ女性の方なんですけど、もうなんか韓国のパックとハンドクリームを急にお疲れ様ですって言っただけなのに、もう、うん、もうこれもこれもこれももらっちゃってください、あ、もうどうぞ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 、西村奈々子さんもどうぞもらってくださいみたいな。でも絶対その時地下のそのマネージャーさんは私が誰だと思う、多分どこのドイツだとも分かってなかったと思うの私急にそれを渡されたから、あの私 NGT ホテル西村奈々子と申しますってご挨拶したのね。そしたら、あ、もうどうぞもらってくださいもらってくださいみたいな、すごいなんかあの感覚だと地元の何でもタダにしてくれる八百屋のおじさんみたいな、もう余ってるからこれも持ってきな、これも もう全部持ってっていいみたいな、田舎の八百屋さんあるじゃないですか、もうその感覚で、あ、もうこれももらっちゃって、もうこれもこれもこれもいい、もうどうぞもらってください、西村さんっていうのね、もうこれももらってくださいみたいなすごい面白い方でした。そこからこんなに定期的にお会いするとは思ってもなくて、でも
一個私も言いたいことが終わりまして、ちかなそのマネージャーさん、その私が落語のアフタートーク出るか迷って最初出ない予定だったんですよ。まあ、それはなんでかっていうと、軽コメのアフタートークに出るから落語はちょっと一回出ない方向で行こうかっていう話になってたらそれを知ったそうちかなそのマネージャーさんが、え、西村先生出ないんですか、えって言ってくださってたんですよ、うちのマネージャーに。西村先生がいないなんてみたいなことを言ってくださって、私はその一言では、じゃあ出てみようかなってなって、落語のアフタートーク出ることにしたんですよ。だから落語のアフタートークの時にちかなそのマネージャーさんとお会いできるかなと思ったら、いらっしゃらなかったあれって思って違うマネージャーさんがいらっしゃって、いらっしゃらなかったと思って、だからまあでも軽コメの時にお会いできると思うので、またそこでお話ししたいと思います。このあそこ、このこれもそのちかなそのマネージャーさんがくれたので、というかミットさんは、まあ、マネージャーが何人いらっしゃるかとかわからないんですけれども、なんかそのちかなの仕事に帯同してくださる方がまあ何人かいらっしゃって、全然その城山動物園の時に帯同したちかなのマネージャーさん、もう私より年下なんですよ、多分ちかなと同い年とか一個上とかで、私よりも年下で、もうビビり散らかしました若いなやとか思っちゃって、すごい、あ、同い年かな、でも年上ではない、私よりも間違いなく若いなぁなんて思っちゃって、そうなんですよ。おそらく軽コメ力の差来てくれると思うので、私もまあ楽しみに、力のじゃなくて軽コメ楽しみたいと思います。軽コメは、軽コメもチケット一般販売始まってます。私は休日は2回出て、平日1回の全部3公演なんで、ちょっと少なめなんですけれども、もし来れるよって方いらしたら、私とんでもない役やってるので来てくれたら嬉しいです。そして舞台うららは、チルキミうららは明日ビジュアル撮影です。で、動画は撮ろうと思ってるので、ビジュアル撮影の様子はね、次のファンクラブ映像、次は違う映像だから、次のファンクラブ映像に載せたいと思うので、ぜひ皆様楽しみにしてくれたらと思います。ということで終わりにしよう。13位むつきさん、ありがとうございます。12位おてもちゃん、ありがとうございます。11位 D 山さん、ありがとうございます。10位ジーズーさん、ありがとうございます。9位教えないさん、ありがとうございます。8位お茶トーマンさん、ありがとうございます。7位中さん、ありがとうございます。6位しんさん、ありがとうございます。5位こうせいさん、ありがとうございます。4位さいさん、ありがとうございます。3位しょういちさん、ありがとうございます。2位 JT さん、ありがとうございます。1位せってんがーさん、ありがとうございます。じゃあ明日ビジュアル撮影頑張ってきます。ファンクラブのフォトも、限定フォトも撮ってきます。コスプレします。ありがとうございました。